ニュースマグビです。中国安徽省の高速道路で11月30台以上の車が衝突するという玉突き事故が発生し、18人が死亡、21人が負傷しました。この現場を取材していたテレビ局の女性記者が問題になっています。女性は事故現場を背景に笑顔で V サインをしている自身の写真を SNS に投稿、ただいま事故現場を取材中と書き込みました。この投稿は炎上し、放送局側は幹部会議を開いて女性記者の解雇を決定したということです。情報番組朝一にゲスト出演した鈴木保奈美さんが夫の石橋貴明さんについて語り、注目を集めています。冗談を寄せつけず打ち解けにくいという印象が強いと言われた保奈美さん、昨今は全く違う様子を見せているようです。婦人公論の連載では石橋さんが料理をするのでお弁当作りの手間が楽になったこと、ドラマの感想や自らの生い立ちなど飾ることなく明かしています。ワロ天下の撮影現場でもみんなに声をかけているという保奈美さん、今後の活躍も注目です。エビスマスカッツ 1.5 メンバーでグラビアアイドルの辰巳椎名さんがブルーレイ DVD シークレットラバーを発売。清純なイメージの強かった彼女がギリギリアウトと言いたくなるほどの限界セクシーに挑戦しています。辰巳さんは2012年に芸能界デビュー、2015年にはエビスマスカッツのメンバーとなりました。バラエティ番組では独特のキャラクターで話題となり、2018年1月にはドラマの出演も控えている注目株です。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。